皆さんこんにちは。もったいないおばさんの簡単料理の中島きみ子です。今日は茹でないで作るセリとフキのとっても美味しい甘酢漬けをこれから作ります。ご覧ください。セリなんですけれども、私はこのように先の方まで葉っぱを取りまして、この辺柔らかいです。このようにして、茎だけにいたします。根元の方は少し硬いので、熱をかけるときに時間をかけた方がいいと思います。なのでなるべくこの葉っぱは先へ先へとこの葉っぱを取っていきます。そしてなるべく先の柔らかい部分を使うようにしていきます。それではこれから、塩で少し揉みまして、調理していきたいと思います。こんな感じのこのくらいでいいです。およそですね。そしてここでセリを、セリも結構アクがあると思いますので、このようにしてしっかりすると味も染みやすいし、色も綺麗に出ますので、季節の色を楽しむのもいいんじゃないかと思います。すごく綺麗な色になってきました。味もこうしますと染みやすいですしね。それと同じく茎も同じようにするんです。例えば、こちらに茎があった場合はやはり今のように塩を振りまして、同じことを本当に同じようにしていけば良いです。この茎なんですけれども、昨日とっても日陰の柔らかいところを取ってきましたので、皮を剥く必要はないとは思いますけれども、しっかりこのようにしますとこういうふうに繊維が剥けますので、それで大丈夫かと思います。そうしましたら、先ほど塩で揉んだセリなんですけども、水洗いしないでそのまま、鍋の、入る長さに、切りまして、このように並べます。そして、火をつけまして、およそ 50cc、 少ない、これ少ないですのでね、 50cc ほどの水でこれから、熱を入れていきたいと思います。しばらくしますとこのようにグツグツといってきます。ちょっと開いてみます。こんな感じです。1分30秒くらいしましたら、これを今度はひっくり返します。茎もこれと同じくやります。茎の方がちょっと太めなので少し水も多いかもしれません。セリの香りがとっても良い香りがしてきます。これで火を止めたいと思います。そうしましたらすぐに冷水にさらします。茎の方もセリと同じです。茎の方はちょっと太いので少し時間がかかるかもしれませんが、水の量は本当に少なくていいです。茎の方も、セリの方も、しっかり冷たい水にさらしまして、およそ10分くらい経っております。やはり見た目がいい方がいいかなと思って、柔らかいんですけれども太い方の茎は少し皮を剥いてみました。そして細い方はそのままです。でこれから、甘酢漬けで漬けていきたいと思います。そうしましたらキッチンペーパーにちょっと軽くくるんで水気を取りまして、これから切っていきたいと思います。食べやすい大きさに切ります。今切ったものを
ジッパー袋の中に入れました。そうしましたらここに私は便利ですという酢売ってますよね。市販ではないですけども取り寄せてますけれども、お好みの簡単な酢がありましたらこれを注ぎます。これを注いで、口も閉めて、数時間でとっても美味しくなります。後で味見をしたいと思います。このようになります。ご自分でね甘酢を作ったって全然いいんですけども、私はこれがとても便利なのでこれを使いました。ふきの方は、細かく切らないでおよそ半分袋に入るくらいにして、やはりジッパー袋に入れます。こんな感じです。そしてそこに先ほどの、便利ですという便利酢を入れます。水も出てきますのでたくさん入れなくてもこういう感じ、こういう感じですね。これでしばらく冷蔵庫で数時間置けばもうしっかりとっても美味しくなっておりますので、セリと、フキの甘酢漬けが、一応出来上がりました。セリの方なんですけれども作ってみて茎の下の方は根元の方は太くていいんですけれども、それなりきに硬いです。でも葉っぱのついた上の方の茎はとても柔らかいので、なるべく葉を取りながら上の茎を多く使うようにしたらいいかと思います。また下の方の茎少し硬いので、そこは分けてフライパンで水加減で熱を加えたらいいかと思います。そしてこちらのフキの方なんですけども、やはり太めの方は皮を剥いた方が見た目も綺麗に、またお出しするときに爽やかな感じが色合いも綺麗だと思います。この2つともはもうとっても皆さん食べてびっくりされるほど爽やかで、この蒸し暑い時にはとても今いいんではないかと思います。今日は以上でフキと、セリの甘酢漬けをお伝えいたしました。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。